理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のための転職はマイナビコメディカル。はい、皆さんこんばんは。始まりました第16回リハノメラーニングのお時間です。本日の放送は、痛みへのアプローチと題しまして、名古屋大学名誉教授、朝日大学客員教授、理学療法士の鈴木茂之先生をお迎えいたしましてお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうも。この番組はジーンの Facebook ページへの、いいね、シェア、 YouTube のチャンネル登録、公式 Twitter のフォロー、リツイートに成り立っております。これからも素晴らしいゲストをたくさんお呼びしたいと思っておりますので、何卒各媒体へのいいね、フォロー、リツイート、よろしくお願い申し上げます。また放送の状況によりましては配信が不安定になることございます。比較的、YouTube が、安定しておりますので、 YouTube の方で、Twitter、Facebook でご覧の方は、YouTube の方でご覧いただきますとありがたく思います。また、放送に関するご意見、ご感想、講義に関するご質問等がございましたら、各媒体の質問欄より、コメントをいただきますとありがたく思います。本日の放送は、株式会社マイナビ、株式会社メディカルコンシェルジュの提供でお送りいたします。はい。また、講義前のご案内でございますが、今回の本日の放送でございますが、資料ファイルが、を配布しております。本日の講義への理解をより深めていただくために、ぜひお手元でご用意の上、ご視聴いただけるとありがたく思います。各ファイルのリンクは、放送概要や放送ツイートのリプライ、各 SNS のコメント欄に掲載しておりますので、そちらの方からダウンロードしていただくように、よろしくお願い申し上げます。はい。それでは、鈴木先生、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、言わなくてもいいと思いますけど、私、鈴木研究室の、卒業生でございます。はい。学生時代大変、申し訳ありませんでした。はい、とんでもございません。今日はお招きいただきまして、どうもありがとうございます。はい。今日は、痛みへのアプローチということで、我々理学療法士であるとか、作業療法士が、痛みを持っている患者さんに、どのような、考えのもとにアプローチできるかということの一旦ご紹介、したいというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずはですね、実際にちょっと、こういう変化が起こりますよということを実際に見ていただいて、後で理論的な背景を、ご紹介したいと思います。この方は19歳男性で、空手をやっておられて、腰部の痛みがずっと自覚されてました。で、接骨院とか整体院に、通院されていて、痛みは継続していたと。で、3年後に、試合終了に腰部の痛みが増したので、しばらく様子見ていたんですが、整形外科受診して、で、右のこの方の MRI ですが、きれいな、椎間板ヘルニアの像がお分かりになると思います。ここの、これですね、ここですね、はいはい、ここですね、はい、3番、4番、4番、5番、5番、1番、それぞれのところで、ヘルニアの像が見て取れますので、診断名は、腰椎椎間板ヘルニアです。で、私が理学療法士になりたての頃は、このような像が、見られますと、椎間板が脊髄を圧迫すると、はい、でそれによって痛みが発現しているという考えのもとに、ラブ法という手術でこの圧迫している椎間板を全部取り除いている手術をずっとやってました。で、私はある、整形科のクリニックにたまたま行かせていただいて、で、この方は外来通院されている患者さんだったんですが、この方にちょっと事情を説明して、院長に了解もらって、ちょっと治療させてくださいと。20本の治療させてもら、くださいと。で、動画も撮りたいんです。ということで、了解をもらったので、その変化を見てもらいたいと思います。痛みの部位は、この方がこう腰を押さえているように、ちょっとなかなかうまく差してます。ここですね。腰部のところですね。はい、そこに両サイド痛みが発現していたと。で、運動検査やりますので。動画ですね。動画です。先大きくしてからちょっと、動画ちょっと大きくさせてもらいます。ちょっとお待ちください。これよろしいですか。いいですか。はい、前屈、
治療前の前屈の動きを見ますと、腰椎が全然動いてないのが分かると思います。 FFD マイナス50センチぐらい、指先と床までの距離が相当あります。でそれが、横に行って治療後ですけれども、20分ほど治療しました。ごめんなさい。そうしますと腰椎椎間板ヘルニアがあるにもかかわらず、腰椎が動くようになって、痛みが軽減したからですけれども、腰椎の動きが再現できて、で FFD も改善したと。こういうのは、体を反っていただきました。反るとやっぱ腰が痛いので、これ以上反れません。で治療後ですが、痛みが軽減したために、体の反りがだいぶ改善したということが見て取れると思います。で、SLR もチェックしました。右の SLR ですが、60度ぐらいですかね。男性ですのでそんなに異常なことはないと思います。治療後ですが、右の SLR はこのように、だいぶ改善してます。私はハムストリングス、こういった場合には SLR の、 角度が低下している場合にはハムストリングスのストレッチをすると思うんですが、一回もハムストリングスは触ってないです。触ってないのにこの SLR の改善がなぜ起こるかということを考えないといけないということです。で左も同様に、痛みが出たところでタップしてくださいと言ってますので、このぐらいのところでもう止まりました。これが膝が曲がって、反対側の膝が屈曲するぐらいずっと上げても、ハムストリングスのところに痛みが発現しないと、ね、ということです。股関節屈曲同じように、運動検査しました。90度ぐらいですね。右90度ぐらい、右の治療後です。股関節屈曲相当改善しました。普通は股関節屈曲の可動域制限、この人腰痛ですけども、股関節の屈曲の可動域制限ですよね。でそういう時にそれを改善しようと思うと動かない方向に動かします。ということは、屈曲方向に押し込むようになると思いますが、私は一回も押し込むような動作はしてません。だけどもこれだけ可動域が改善する。要は痛みの部位が、腰部にありましたけども、そこの筋下緊張、筋緊張後伸と痛みの疼痛基地を改善することによって、腰部の脊柱起立筋の、筋緊張が低下したので、なので、SLR とか股関節屈曲しようと思うと、骨盤、腰椎が、腰部が後弯して、腰椎後弯して骨盤後傾がなりやすくなるので、股関節の屈曲可動性が全然変化しなくても、ハムストリングスの、緊張が変化しなくても、それぞれの可動性が改善するということなんです。だから、ここで一番やっぱり重要なのは、診断名で、我々理学療法、作業療法してはならないということ。椎間板ヘルニアの時には腹筋背筋のトレーニングして、ホットバックして、で、腹筋背筋のトレーニングしてとかいうような一連の流れがありましたが、それではこういう変化は絶対起こりません。はいはい、だから、やっぱり患者さんの訴えをよく聞いて、それが自分たちで変化させることができるかどうかの判断ですね、を評価できる目を持たないと、相手のスキルを持たないといけないということだと思います。でそのためには痛みのお話、痛みの知識をね、ちょっと生理学的な話で申し訳ないですけども、
まあ、簡単に、おさらいをしたいと思います。声帯の外から、まあ、何らかの刺激が入った時には、受容器がまず興奮、神経受容器が興奮して脱分岐を起こして、で、感覚神経線になるので脊髄後核まで行って二手に分かれて内側系と外側系二手に分かれます。で、一方は体性感覚野にその終末を迎えて、一方は、大脳辺縁系の方に二手に分かれる。痛みの感じは、感覚は、それがもう大きな特徴。これ先生、一実も二実も基本的に同じそうですと考えてよろしいですか。一実が今言われたように、はい、一実は体性感覚野の方に行く、はい、二実は大脳辺縁系の方に行く痛み、はい、その経路だということです、はい、で一実はだから瞬間的な痛みなんですね、はい、でだからどこが怪我したかとすぐ分かりやすい。で A のデルタという神経線が関係するので電動速度が10メーターか15メーターぐらいあるので、はい、指先を怪我したら 0.1 秒後には体勢感覚が興奮が起こると、うん、繊維が太いから繊維が太いから早く電動速度、はい、もうチンタラ言ってたらもうどんどん血が出ちゃうから、そうだから遠足から血が逃れないといけない、はい、なるほど。捻挫した時にずっと体重かけっぱなしだったらもう痛くもうね、はい、傷がひどくなるじゃないですか、はい、だから体重をこうリリースしたり、頭皮反射も早く起こさないといけないから、 そのためのメカニズム、それが A のデルタです、はい、だから我々が対応しないといけない痛みの患者さんというのは、はい、その瞬間的な痛みで困ってる人で抗生でどれかしてくださいというような患者さんではないと。違いますね、はい、だからほとんどの場合はこの二実、はい、で、慢性化するほど痛みの部位の判別がだんだん分からなく、初め方でも指先で示してここが痛いというふうに示していた人が、はい、この辺というような表現になって、うん、もう腕全体というような表現の仕方に変わっていくというのが、はい、まあ、特徴的です、はい、でこれは軽いマッサージとか温熱など外からの刺激を与えることによって痛みが変化する、軽減していきます、はいはい、逆にストレスを与えると痛みが悪化する、はい、というのが特徴。だから外からの刺激を与えて痛みが軽減するということは、我々理学療法の世界、作業療法の世界で十分この認知に対してスキルを持っておれば、はい、対応できるということです、はい、これ先生、ストレスで反応するっていうのは結局この認知が大脳辺縁系に大きく関わっているものが影響しているっていう。そうです、そうです、うん、大脳 C 線維ですから、はい、交感神経系と C 線はアフラス状態でつながっているというのはもうすでに分かっているので、はいはい、二実の、C 線が数が盛んになると交感神経系優位になる。ああ、なるほど。痛いと交感神経系優位になるじゃないですか。はいはい、逆に交感神経系が優位になれば、その C 線の方の数も活発になってしまう。そう。彼氏と喧嘩したら、はい、痛みがどんどんひどくなるとか、そういう感じ。また例えがめちゃくちゃ短い。で、だから我々はこの C 繊維の特徴を、連動速度2メーター以下なんですよ、はい、細いから遅いんですよ、ね、そうです、はい、で発生学的に最も古い、はい、単細胞動物でも存在する生命維持がなくてはならない C 繊維、非常に原始的な、原始的、意外と僕覚えてるでしょ先生、覚えてる。すごい。でそしてこの C 繊維がないと、はいはい、無痛症の患者さんになる。あの有名なイスラエルの子供の写真、イスラエルでしたっけ？すみません。失礼しました。はい。ね、完全積損と同じように、はい、怪我しても全然痛くないので、はい、受容器がない、姿勢もないんだから。はい。だからどん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 活動して、はい、しまいに潰瘍になったり、はい、で切断したりする。はい。だから生命維持は絶対必要なんですけど、これが活動しすぎると、はい、もう痛みでも苦しむようになる。確か傷の治りも異常に遅いんですよね、無痛症の子って。もちろんそうでしょうね、そうです。で、はい、この新生の特徴は、はい、末梢だけではなくて、はい、末梢ではどんな痛みかというと、一時に続くズキズキズンズンというような痛み、捻挫、はい、した時の痛みが、これ僕すみません聞きたかったのが、一実と二実が混在している状態はもちろんありますよね。まあ、あるよ。そうですよね。そうあります。
リハビリで患者さんの、はい、エクササイズした時は、はい、与える痛みは一律そうですよねの可能性もある。はい、で当然、傷なんかがあると、はい、一律と二律が混在してる。はい、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、でこの C 繊維、あ、ごめんなさいね、ちょっとC 繊維は先生、面白いのが森岡修先生が今見てらっしゃいますよ。あ、そうですか。ちゃんとスライドをやれよという感じなの。二律は、はい、セキュリティのところで特徴的なことがあって、はい、まあ、実験的データですけども、ラットにやけどを引き起こして、脊髄広角の第二次ニューロンの細胞体に電極を刺して、はいはい、で末梢からの活動を拾うんですよ。はい、でそうするとやけどを30分ぐらいするとちょっと活動が、どこに行った、ここですか、はい、ちょっとね、活動が見られます。60分ほど、はい、60分するともうそのままほったらかしにするとすごい大きな活動が観察できます。はい、でこれをこの痛みをだから第二次ニューロンの細胞体なので、はい、結局はそのまま体制感覚がいきます。はい、ね、はい、それから大脳辺縁系にもいきます。はい、でそれの痛みをブロックしようと思うと、はい、どうするかというと末梢の、はい、やけどだから末梢の出来事なので、はい、麻酔局麻すればいいんでしょ。基本的に局麻すれば理論的にはここ の、うん、活動電位が起こるはずはないですよね。そう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 、理論的には歯の治療の時には、はい、麻酔すれば別にほじくられても全然痛くない、はい、だけどもこう長い時間その、この脊髄広角 の、 この活動が、はい、こう持続している場合には末梢で局所麻酔したとしても、はい、第二次ニューロンの活動は残る、はい、残るということはここで麻酔末梢で麻酔しても、はい、二次ニューロンで残るということはそのままオートマティックに大脳に行きますか。おかしいじゃないかと、末梢では痛みがニューロンの発火が起こってないはずなのに、そこの、中継地点で、中継地点で、うん、その、ずっと発火が起こってるっていう。そうです、そうです。それをワインドアップ現象。はい。長期増強という名前で、はい、すごく久しぶりに聞きました。久しぶりに聞きました。だから、もう、C 繊維とか A のデルタがどん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 活動してるときには、その中枢神経系がまあ変化していく。はい。正常ではないんだけど、はい、そうして変容していくというのは一つの特徴。はい。で今度はこれ先生、大なり小なり、うん、大なり小なり起こってるものだと考えていいですか。長引く慢性痛ですごく複雑になってる人の前の、まあ、プチ複雑みたいな感じ、あると思います。それはあると思います。オールアノンじゃないと思うんです。ああ、そうです、はい、なんかオーバーラップしてて、はい、だけどもその程度問題が小さいとあまり表出してこないというのがあると思います。はい、で例えば、骨折した後ギブス巻く、はい、ギブス固定する患者さんもいるじゃないですか。はい、でそれの病態が はい、どういう感じかなという実験データです。はい、でちょっと見づらいですけど、ラットをね、このラインから、左側が正常です。こっちが正常で2週間固定しました。で2週間固定して一番上が足関節の可動域です。これ上がこれが可動域あるそうです、はい、160度ぐらい160度弱が2週間固定すると110数度になるんです、はい、だから関節拘縮を起こすんです、はいはい、ね、で、そのままゲージで買ってると、はい、2週間後にはほぼ RM は正常に戻るんです、はい、だから普通に歩いてるああ治ったなという感じなんです、はい、でところがラットの足の裏を、2グラムの、ワイヤーでチュッチュッとつづく、はい、2グラムですが ほぼ全然何の刺激にもならない、はい、なので、正常の時にはほぼ、続かれて、はい、逃避する回数ってほぼゼロなんです、はい、ところが2週間ギブス固定した後ギブスをこう解除して、はい、普通の生活させてると、はい、RM どんどん戻っていくのに、はい、2グラムでこう続いて痛がる回数がどんどん増えていくんです。ここの間があるっていうことです。おかしいじゃないかっていうことですよね。痛みが
これが正常、ここ、はい、ここが正常、下が正常です。で、このグレーのところ、グレーのところが、はい、2週間後です。はい、だからギプス固定していてもずっとその後もどん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 と痛がラットが痛がって投与する回数が増えていく、うん、それは、はい、あの黒いのが固定則です。ギプス固定した、はい、で、白い、グラフが非固定則、はい、非固定則も痛がるようになるんです。あ、ごめんなさい、そういう解釈ですね、失礼しました。そう、はい、それで普段は 2g なので痛みなんか起こるはずがない、はい、つついても、はい、だからあのギプス固定場合は全然反応ないんですけど、はい、そういう触刺液でも、はい、こう痛みを感じて引っ込める反応が出てくる、はい、それはアロデニアというんです。はい、ここであのちょっとおかしいのは、あの本来痛みが出るはず、本来あのもう正常な動きをしているところでも痛みが継続していることと、もう一つ反対側まで痛くなっていることと、もう一個尻尾を触っても痛がってるっていう。そうそうそう。別の部位もね、はい、尻尾は割と皮膚が厚いので、はい、10g であの続いてるんですけど、ええ、どん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 悪くなる、はい、痛がって、はい、そういうように、はい、長期に今度はギプス固定して刺激が入力されないと、そういうアロデニアと触刺激や痛みに変換するような病態を呈するようになる、はい、だから、骨折してギプス固定した患者さんには、はい、マッサージするとか電気刺激するとか、はいはい、固定してる間もどんどん感覚入力をしてあげないといけない。だからなるほど、はい、あのギプス固定した後平行棒にピュッと立って、はい、つま先をあのついただけで痛がるんです、患者さん、はい、だからそれはこういう病態、はいですよね。それはベッドサイドでどんどんなんか動かしてあげると、はい、電気刺激でも何でもいいんですけど、はい、感覚入力してあげるとそんなことはない。やっぱもう固定されてる時でも感覚入力があれば、あのそういったものはあの防げる可能性がある、可能性がある、はい、ということです。そういうことをちょっとあの知っておいていただきたい、はい、痛みのね、はい、覚えておきますだから痛みというのは、はい、強い刺激をずっと持続している場合も、はい、そういうワインドアップ現象とか、はい、いろいろな中枢神経系の可塑的な変化というか、はい、まあ、性質が変化してくる、はい、で、まあ、固定というように発症からの刺激がなくなりすぎても、はい、結局また痛みを誘発する、はい、これですね、強い刺激がずっと続いてもなるし、なくてもちょっと起こってしまう、なくても厄介なことに、ああ、ね、だから常になんか動かしておいた方がいい。感覚器としての筋肉、うん、あの、うん、いいです、すいません、あんまりよく知らないの言っちゃいましたすいません、あの、はい、もう何も言いません。で、そういうあの痛みで苦しんでる患者さんは、はい、あのどうしても悲観的な感情になって、はい、まあ、今日このまま続いたらどうしようかとか、はい、それで寝れないとか、はい、やっぱいろんな不安要素がどんどん募って、はい、結局はあの生活におけるこの行動範囲もどんどん狭くなって、はい、ベッドでずっと寝たきりになる、もうずっと痛いもんだから、はい、慢性的な痛みを持っている人はもう、安静合唱をさせた方がいいというのは昔 の、 あの考え方だったんですが、はい、今はそうじゃなくって、はい、どんどん動かしましょうと、はい、動かした方があのその痛みの軽減につながりますよということで、はい、あのそういうふうに考え方は変わってきたし、はい、そういうふうな考え方ができるような、はい、あのアプローチの仕方が、はい、あの今はエビデンスがあるというふうに言われていて、はい、ので、はい、まあ、急性痛は、はい、あのケアしてますからね、はい、でそれは炎症が起こっていて、それで薬を、はい、投与して、はい、でその周期間が終わればまだ傷はなくなるじゃないですか、はい、で慢性的な痛みでもその急性痛が、怪我がなかなか治らないような人も多分いると思う、はい、それはやっぱり末梢の神経上皮の興奮が、はい、だからそれはあのやっぱ薬とかそういったあの対応だと思うんです、はい、でそういう傷もないのに
あの痛みを訴える人が厄介だ、はい、ということなんですよ、はい、でそれが中枢神経系の機能変化、はい、今さっき言ったような仮想的な変化とか、はい、あの心理社会的な要因によるあの変化とか、はい、そういったものがあのあって、はい、でこれが今いろいろな問題を引き起こしている。先生これ逆に言うと心理社会的問題が軽くなれば痛みが何でしょう、それ日常生活に支障を来さないレベルになるっていうことも、もちろんそうなんだから、痛みに対する考え方を教育するんですよ、はい、痛いけれども痛い、はい、痛みをコントロールするのが第一義ではなくて、はい、痛いながらもこれがこういったものができるでしょうとか、はいね、そういうような、はい、アプローチの仕方できることに目を向けていく、そうそう、認知行動療法、ここに書いてます、認知行動療法、それがエビデンスある。痛いのはいつじゃなくて痛くない時間はいつですかって聞いて、そういうものの聞き方とか、昨日はここまでしかあの散歩できんかったけども、はいはい、今日はあっちまで行けたとか、ああいいねとかいうふうになったらだんだんハイになってくるじゃないですか。でそういうふうにまあ極端に言うと 俺今先生が臨床どういうふうにやってるのかパッて会話ね、はい、で一番は、まあ、運動療法、はい、であとは、集学的リハビリテーションというのは、はい、各専門領域、整形科、はい、運動器でも整形科だけじゃない、精神科とか、はい、心療内科とか、はい、で各科専門領域が合わさって、はい、一人の患者さんに対応しようというのが集学的リハビリ。僕意外だったのがあのマッサージも強く推奨される部類になるんですね。マッサージは適度に、あまあね、はい、そうだから結局はマッサージすることによって循環動態を改善したら、はい、そう痛みの位置は後で出てきますけど、はい、痛みの位置は上がるので、はい、末梢の心外受容器の興奮を抑えることができるので、はい、だからその分だけ、動きが良くなったりします、はい、それは我々理学療法作業療法士が、はい、こうあの患者さんにあのできる一つの方法だと思います。はい、でどう、まあ、運動療法が適しているというんですけども、はい、何でもいいという運動でもなくって、はい、一番のガイドラインで言われているのはあのエアロビクス、全身的な運動がいいと言われている。全身でエアロビクスがいいで、他にはあのリア、PTOT であればその患者さんに応じたプログラムされた、はい、個別にデザインされた運動、はい、先生これいつも僕あのいや僕は思うんですよ、有酸素運動いいの分かってます、いいの分かってるし全身運動もあの非常にエビデンス高いの分かってるんですけど、これ実際自分が痛い時にそこまで動けないんですよ。動けないね、はい、そうなん、はい、だからまず痛みの位置を上げてあげないと。あ、だから痛みの域値を上げる必要があって、 そこのレベル ある程度のところでもうできるような状態を作らないといけない。そうそう、初め あの動画でも痛みの、はい、痛みが軽減したらああやって動くようになるじゃないですか、はいはい、だから痛みの域値を上げる末梢のね心内受容器の、はい、痛みの域値が上がることが、はい、活動範囲を広げることにもなる、はい、あ、それは我々は自分たちでもできることですから、はい、理学療法士がアプローチすることじゃないかと。そうそうそう、はい、あと運動はストレッチングが一あの、エビデンスが非常に高くて、ストレッチングと筋力増強運動、はい、ね、そういったものがいいというふうに、推奨されます。これ先生僕思うんですけど、筋力トレーニングは筋力がつくから痛みが改善する、関係ない、多分違いますよね、関係ない、だからあの、筋力トレーニングすると、はい、運動負荷かける筋力、運動かけて筋収縮させるじゃないですか、はいはい、あとリリースするでしょ、はい、あパンピングされる、だからその、はい、あの力を入れてるときは、はい、あの血管も一緒に、はい、酸素分圧も低下しますけれども、はいはい、リリースと血管も一緒に緩むので、はい、どんどん血液循環が良くなるんですよ、あだから、改善していく、痛みが筋も柔らあのすみません、忘れました、何でしたっけ、あの収縮の後に筋が筋の伸長性が伸びる現象は何て言うんでしたっけ、ポストアイトアイトアイト、ありがとうございます、フォードリラックスも一緒、あそうですね、ね、はい、あペーそれと同じ、あ一緒です、なんかあの筋力が弱いから痛みが出るんですっていうのはちょっとロジックが違う多いことが、子供なんか痛みない、おお、お相撲さん痛みに訴える人いっぱいいる、あ重量挙げの選手でも、はい、で筋力は関係ないですよ、はい、
ね、はい、ありがとうございます。間違ったよ。はい、じゃあ先生ちょっと30分なんでちょっといろいろちょっと、はい、先に質問の方に行きましょうか。先に先生質問の方を、はい、いただいております。ありがとうございます。ご質問の方でございますが、YouTube より不勉強で申し訳ありませんが、痛みが慢性化すると疼痛部位の判別が困難になるのはどうしてでしょうか。先ほどのお話の大脳辺縁系の何なんと、初めは心外臓器の興奮が一箇所にあるんだけど、はい、でそれがどんどんどんこう広がっていくので、はい、何なんと分かりづらくなるんですよ、はい、だから痛みの部位は一箇所ではなくて、はい、それは痛みが一箇所で起こったらそれは筋緊張がどんどん伝播していくので、はい、他のところにも痛みが誘発される、はい、しまいにどこか分からなくなる、はい、だからそういう場合には全体的なところからこう緩めてあげると、はい、最後になんか元のところが残るような感じになると思う、はいはい、わかりました。ありがとうございます。はい。YouTube より、論点が痛みとは異なるかもしれませんが、大腿骨、頸部骨折の、頸部骨折後の方で、痛みが消失した後も観測への荷重ができない方によく出会います。まあ、いらっしゃいますね、よく。痛みが軽減、なくなった後も、観測への荷重ができない人。はい。そうじゃない。いや、はい。多分、うん。はい、荷重ができないのは痛くて荷重できないんじゃないですね。ええ、痛みが消失したけど荷重できないというか、時々僕も見たことありますけど、僕大概こういう人なんでしょう、エイヤーで結構練習していくとなんかボディイメージの問題かなって僕ずっと思ってたんですけど、そうかもしれんね、はい、普段からその体重をかけないようにプログラミングされてるので、だから今言ったようにそれを一旦かけても大丈夫ということを覚えさせると、はい、あとは大丈夫かもしれない、はい、ツイッターより、ツイッターのリプライですね。鈴木先生だ。鈴木先生に教わった頸部や上肢のストレッチは今でも臨床で活用しています。ありがとうございますありがとうございます、はい、ツイッターよりツイッターのリプライ、痛みの重鎮鈴木茂之先生資料付き重鎮だったんですね。なことはない。はい、ということでございます。CM の方でございますね。はい、まあ、今回鈴木先生をお迎えしてのリハノメラーニング痛みへのアプローチということなんですが、弊社のセミナーでも日程の方が、すいません失礼しました。日程の方が1月の13日月曜日祝日にここ名古屋で、西鶴間メディカルクリニックリハビリテーション科部長、NPO 法人ペインヘルスケアネットワーク代表理事の、理学療法士江原博之先生をお迎えいたしまして、長引く痛みに対する多面的評価と EBPT 身体機能評価から考える実技を通じた実際の対応という講義をさせていただきます。江原先生でございますが、 NPO 法人ペインヘルスケアネットワークで非常に精力的に痛みに関する啓蒙活動、その他痛みに対する評価を継続的に行っていらっしゃる先生で、私もお会いしたこと何度かあるんですが、素晴らしい痛みに対する熱心に情熱を持って対応している先生だと思います。名古屋の方で開催いたしますので、ぜひちょっとこれを機会に多面的な評価というところがポイントだと思っております。慢性疼痛は本日先生もおっしゃったように様々な要因で悪化するものだと思いますので、ぜひこれを機会に慢性疼痛に関する方が来た時にこういうふうに対応すればいいんだということを学んでいただけると大変ありがたく思います。1月の13日の、開催でございますので、ぜひこちらの方を見ていただいてお申し込みいただけるとありがたく思います。よろしくお願い申し上げます。はい、失礼いたしました。はい、はい、それで今までのお話は、痛みは長引くと中枢神経系の変化も起こって、可動的変化が起こって、はい、で触っただけでも痛くなるし、はい、っていうようなことが起こりますよ、はい、と言いましたが、はい、これはこの表は厚労省の、国民生活基礎調査なんです、はい、それで、過去10年間ずっと男性も女性も肩こりと腰痛、関節の痛み、はい、これ上位占めてるんですよ、はい、1000人に対して、はい、例えば28年の腰痛、男性の腰痛は91人、はい、約1割、はい、ね、女性も肩こり腰痛1割強なんですよ、はい、で総人口1億2600万人、
はい、今日本にいるんですね、はい、その1割ですよ。すごい数ですね。1割が腰痛、肩こり、関節痛みを持ってるんです、はい、でその人たちがこれ何年もずっと、私もそうですけど腰痛とかずっと、はい、ありますけれども、はい、今さっき今言ったような、はい、中枢神経系の仮想的な変化、はい、触っただけで痛いとか、はい、もうどこか痛いかわからないとか、はい、ね、はい、そういう病態にあるかというと、はい、そんなことはない。どうしてですか？そういうことはない、はい、だから、はい、今まで言ったお話、仮想的な変化は、はい、こういう慢性的な痛みを持っている人のごく一部がそういう病態なんです。はい、あとは、はい、あとは末梢の中枢も、それは末梢が痛いと中枢も変化すると思いますけども、はい、どちらが大きいかというと末梢の変化なんです。何かそっち側に移行するのは、そのただの長引く痛みだけではなくて、何かもう一個のファクターが何かあるんじゃないかっていう、まあ、それも言えるかもしれない、言えるかもしれないですね、うん、はい、だから僕が言いたいのは、学者さんだからあれですよね、断言しませんよね先生言いたいのは、期間が長いからといって、はい、ね、全員にほらもう散歩がいいよとか、はい、エアロビクスがいいとダンスがいいよとか、あ、はい、もう今正規の外来は全部万歩計も出して歩いてきなさいって、はい、で、はい、それを日記に書かすんですよ、はい、でそれはいわゆる仮想的な変化で、があるという一つの前提で動かした方がいい、はいはい、だけども ここに載ってる表の1000万人の人は、はい、普段から動いてるんですよ、はい、そうでございますね。動いて普通の生活してる人たちが、はい、腰痛、肩こり、関節痛みを訴えてる、はい、だから動いてるにもかかわらず痛いんですよ、はい、でそれは だからといって触っただけで痛いとか、はい、そんなことを病態を訴える人はあんまりいない、はい、そうですね、我々リハビリのところに来る、はい、一般的な患者さんもそんな人ほぼいない、はい、でどちらが多いかというと、そういう中枢神経系のこの機能的な変化を引き起こしている人よりも、はい、一般的なこの腰痛、肩こり、関節の痛みを訴える人がよっぽど多いんですよ、末梢の問題の方が多い。それはそう、それは我々が変化させることができる、はい、理学療法士、作業療法士が変化させることができるであろう、うん、まさに僕らがコアで対応するべき、そうはい、だからすごいね、ボリュームは大きいと思うんですよ。僕らの社会的使命の大きさがよくわかる。そうです、はい、そうです。で、関節の痛みでありましたけども、はい、関節はね、まあ、はい、こう膝関節は普通の歩行で、体重の 2.5 倍から3倍、階段昇降で4倍の圧力がかかると、はい、痛くないじゃないですか。はい、痛くないです。ね、はい、軟骨には血管とか神経が分布してないです、はい、だから痛みを引き起こすことはないです、はい、だから関節鏡でもってささくれ立ってるようなものでも痛くないです、はい、炎症が起こったら痛いです、はい、だから、関節内にそういった器質的な変化が、炎症とかそういったものがない限り、はいはい、関節痛と言われているものは、はい、ひょっとしたら関節の外側の出来事、外の軟部組織、うん、はい、いわゆる過緊張であるとか、はい、結合組織の、はい、緊張であるとか、そこから出ている痛みである可能性がある、はい、それは、はい、そしたらその痛みは我々が変化させることができるんですよ、はい、そう、僕たちの領域だというふうに思うんですね、はいはい、で軟部組織の痛みはどこから来てるんだという実験データです、はい、で左のグラフは、はい、電気刺激でもって最大筋収縮の、33と50と 100%、はい、皮膚筋に対して、はい、下腿三頭筋に対しては電気刺激を上って与えるんですよ、はい、そうした時の縦軸は、はい、ブラジキン濃度、はい、発物質ですから、発物質ですね、ブラジキン、だからこれが高くなるということは痛みが誘発される、はい、強い電気刺激でもって 50% を与えると、はい、痛みが誘発されるという、はい、あ、失礼しました。なかなか難しいです、ね。はい。で、はい、この 33% は全然変化ないじゃないですか。はい、そうですね。これをね、下に持ってくるんですよ。コントロールに。先生、画面を指で指してもらえます。ここに、はい、これを、はい、ここは全然変化ないので、はい、これを下に持ってくるんですよ。はい。ね。はい。で、この筋肉、下腿三頭筋に酸素を供給している血管を縛るんですよ、はい、
血液循環障害を起こす、はい、それだけでこの 黒いこれ、はい、有意に高まるんですブラジル濃度が、はい、ということは、まあ、拒血状態を陥らせるという循環障害と過剰な筋緊張が、はい、軟骨組織の痛みの原因、はい、一つは、はい、一つは、はい、で、それは、血中のブラジル菌濃度、はい、今度は筋膜に分布している新繊維の放電を右のグラフで取ってます、はい、これ修復菌これは猫の、はい、猫のそうかな修復菌かな、はいはい、で同じように、上が 50% です、はい、あんまりちょっと分かりづらいですけど下が 100% の電気刺激、はい、100% の電気刺激するだけで、はい、新繊維の活動がこう単一神経放電ですけど、はい、セリア的に取れる、はい、私が苦労したあの研究材料ですけどこれお疲れ様です 100% だけでもあの、はい痛みは誘発されるんです、はい、ところがここに酸素を供給してるやっぱり血管を縛って、はい、凍結状態するともうそれだけでブワーッと高まるんですよ、はい、でやっぱり筋膜に分布している新繊維の活動も、はい過緊張と循環障害なんです、はい、ということは患者さんが訴えている、はい痛みというのは関節内に、はい炎症であるとか、はい、そういった断裂であるとか、はい断裂って炎症起こるんですけど、はい、そういったものがない場合において関節が痛いというのはひょっとしたら、はい、外んでいくとかもしれない、はい、その局所の、拒血と循環障害あ、まあ、同じことですねすいませんあと過緊張とあ過緊張と、ね、それが原因で起こっている痛みも世の中にはいっぱいあるいっぱいあるでそれは我々が痛みの域値を変化させることができるんですよ、はいはい、初めの、 症例のようにはいそう思いますねで、はい、腰痛と MRI ですけども150人ボランティアを集めて、はい、150人こっちか、はい、黒と白で150人いるんです、はい、で腰痛の150人の中で、はい異常な MRI 像を持ってる人は黒、はい正常な MRI 像を持ってる人は白、はい、で、その中で腰痛の強度のある人だけを真ん中に持ってきました、はい、でおおよそ100人、はい100人いるんですけど腰痛強度があるから MRI 像も異常なものが異常な像が定数だろうということを想像するんですが、はい、おおよそ、53% おおよそじゃない、はい、53% はやっぱり異常だったんですよ、はい、ところが腰痛強度ある人でも正常な MRI 像を持っている人は 47% いたんです、はい、正常な画像でも腰痛の強度が発現するということ、はい、でこの、あと残りの50人を、一番右に持ってきて、はい、やっぱり MRI を取って、はい、画像を見ると、はい、もちろん正常な白いところの、はい画像を持ってる人もいるんだけど、はい、20数パーセントは、はい、椎間板ヘルニアとかそういう異常な像を持っていながら、はい、腰痛を訴えない気をもないしというだから画像と、はい、症状とはリンクしない、はいではないかという論文です、はい、でもう一個全く、無症状ない人腰痛の基本のない人、はい年代別に、はい分けて20代から80代まで、はい、3グループに分けて、はい椎間板ヘルニアの下から2つ目、はい、下から2つ目、はい、椎間板ヘルニアの像が見られるかどうかを検証しました、はい、で全く無症候な人なので、はい、腰痛のない人、はい、腰痛の気温のない人、はい、それでも各年代ごとに 20%、はい、20数パーセントから3、まあ、高齢になると 36% の人たちが、はいそういった異常な画像を持っていると、はい痛みはなくてもね、はい、痛みの強がなくても異常な画像はあると、うん、時々めちゃくちゃ膝が変形しててもう痛くないっていう、そういらっしゃいますもんね、そうでしょ、はい、でこの2つの論文から、はい椎間板ヘルニアは保存療法に変わったんです、はい、ああ積極的なオペではなくて、はい、保存療法が
おそらくまあまあ意味があるんじゃないのかっていう。そうです、そうです。大きな変革を起こした論文、2つの論文です。今最近じゃあんまりオペしないんですか。しない。だけど大和田博美のように初めの患者さんのように間で椎間板変にあっても、はい、動きが良くなるじゃないですか。はいはい。ああいう結果を出すことができるので、はい、オペしなくてもいいや。はい、まあそうですね。ね、ので運動器から痛、からの痛みというのは当然骨折すると痛い。その絶対痛いに決まってる。はい、はい、ね。でそれはまあどういうお医者さんがオペすればいいんですよ。はい。そうすると痛めなくなる。はい。で一方でこの右側の機能的変化というのは筋筋膜性のもの、はい、軟部組織以外画像で撮っても何も変化しないもの、はい、ね、骨関節系は全然、正常なのに痛みを訴えるようでした。はい、ここは機能的な変化、軟部組織の機能的な変化と思われるので、はい、我々の PTOT の領域です。はい。ところが病院に入院している患者さんはまずはドクターの診断を得ます。診断名がついてるんですよ。はい。で運動器疾患は整形外科的な診断名なので椎間板ヘルニアとか、はい、脊柱管狭窄症とかね、はい、分離症とかいろんな診断名がついてる。で我々は、教育の中で、はい、その診断名が痛みの原因というふうに刷り込まれてるんですよ。はい。だから私もその当初 PT だって臨床を始めた当初はそうだというふうに思っていて、はいはい、疑いはしなかったんだけど、いや、はい、そんなことはないと、はい、だからもっと自分たちが活躍できる場がここのこの真ん中のところ、うん、ね、病院の中でいろんな診断名を持ちながら痛みで苦しんでいる人たちも、はい、我々の手で変化させることができる人たちがいっぱいいますよと、はい、いうことをちょっと認識してもらいたいんです。はい、ありがとうございます。先生、ちょうど半分になりましたのでちょっと CM を、はいはいはい、どうぞ。はい、じゃあちょっと、じゃあ CM の方、株式会社メディカルコンシェルジュさんの、CM でございます。よろしくお願いします。近く長く付き合えるメディカルコンシェルジュ。はい、終わりました。はい、終わりました。早いね。ちょっと休憩しましょうか。ちょっと休憩しましょう。ちょうど次から抑制のメカニズムに。抑制のメカニズムに行って、まず、はい、このストレッチの前に休憩しようか。はい、もうどういうふうでももう。休憩しようか。休憩しましょうか。ちょっと、よろしいですか。いや、やっぱり、痛みのことやから。すみません。結構先生、順調に進んでますよね。本当？進んでません？視界の進行がいい。ありがとうございます。ありがとうございます。余計なこと喋らないように頑張ってください。助かってます。で、今度は、その痛みを、軽減できるにはどうしたらいいかということを、まあ、ちょっと考えてみたいと思うんです。ほんで、疼痛抑制部位って、ほら、ここに ありますけども、お医者さんであれば、ブロックしたり、局麻をしたり、ね、ペンクリンクなんかだったら、痛みを訴えてるところに局麻すればいいんですよ。はい、だからそうすると、そこの震源上気の興奮がなくなるので、いや、楽になりましたという、はい、けれども、吸収、生体に吸収されると、また痛みが発生すると、はい、いうことなんですけども、我々は薬使えない、はい、オペもできないので、外から与える刺激を自分が望む生体反応を引き出さないといけないんですよ。はい、だからどういう刺激を与えるかというのは手で与える刺激とか電気刺激とか温熱刺激とか、はい、そういういろんな刺激を自分が何を目的に与えるかということをちゃんと戦略を取って、はい、で、与えてその効果判定をしながらスキルアップしないといけない。大事なのはどういう意図で与え、どういう意図でそれを行って行った結果と狙いとの差を繰り返していくこと。そう評価きちんと自分 の評価をしないといけない、はい、痛いからホットバックじゃいかんんですよ、はい、ね、動かない方向に動かすでは、はい、それは専門家ではない、はい、はい、気をつけます、はい、気をつけます。で、疼痛抑制としては、まあ、皆さんよくご存知のゲートコントロールセオリー、うん、はい、でこれは、CCA のマッショーからのA のデルタとか C 線の数を太い神経線維の A のベータとか、はい、そういった太い神経線維で抑制しよう。だから痛い時にホットバックすると太い神経線維が興奮するので、はい、まあ、痛みは軽減するだろうと、
はい、いうので我々理学療法のところ作業療法では用いられています、はい、非侵害刺激、はい、患者さんにはだから全くあの問題ない、はい、で軽い刺激は交感神経活動もまあ抑制するというようなことも言われてる、はい、まあそれはそうですね、はい、痛みは軽減するとあの交感神経系が軽減する、はい、それでそれしかないんですよ、はい、いやなかなか、理論的には理論的にははい、電気刺激をしてテンスをかけても、はい、それからホットパックをしてもマッサージをしても、はい、全ては非侵害刺激なんです、はい、非侵害刺激でもって痛みをある程度緩和しようと、はい、でその後、その状態で、RM エクササイズをしたり、はい、筋力を増強したりというのが我々のやり方だと思うんですが、はい、他にないんかということで、はい、自分が一生懸命こう論文を漁ってたら、はい、広範性侵害抑制調節、はい、C 線活動を抑制する広範性侵害抑制調節、生理学のところでドゥニックと言われてるんですが、はい、これは脊髄広角においてある部位からの侵害性インパルスが体の他の部位からの侵害刺激によって抑制される現象、ちょっと難しい、はい、あるところが痛いときには他のところに痛み刺激を、はい、与えると元々の痛みが軽減しますよという反応なんです、はい、簡単に言うと、はい、その通りですよ ね、あの、はい、でラットを使ってその実験をやったんですが、はい、後ろ足に強い電気、あ、こっちや、後ろ足に強い電気刺激を、見えないですよ、僕ね。あれが、後ろ足が見えない。後ろ足、こちらでございます。ここに、あ、違う、行き過ぎだ。後ろ足に強い電気刺激をかけると、停止を強くすると痛いじゃないですか。はい、で、それを、脊髄広角の第二次ニューロンの、細胞体。はい。ここかな、これかな、はい。あの、そうですね、ここ、ちょっと手の位置が間違ってるわけじゃない、見えてない、2人ともだんだん高齢になってきて、モニターが見えてないからで、そこで活動を拾ってます、はい、で強い電気刺激をすることによってここに A の A 群線維は伝導速度速いのでみんな固まって A のアルファベータガンマと全部固まって出てくるんですが、はい、C 線維だけ伝導速度遅いのでここにあるんですよ、はい、ということは強い電気刺激をかけて患者さんが普段困っているような新生活をここで実験的にこう作ることができたというデータです、はいはい、でこのこういうこれを確認しておいてラットの 鼻先にピンセットを使ってギュッと挟むんですよ、はい、鼻先を、はい、だから鼻先には侵害刺激、はい、痛み刺激を鼻先に与えた時の与えた時の C 線活動はここにないでしょ、はい、ないです。上が、痛みはこれですね、あ、それそれ、はい、上がないじゃないですか。本来だったらこれが何もない状態だった、鼻がない状態だったら C 線の活動は起こってるはずなのに、あの鼻に痛みを与えたら、うん、怒ってない。ある部位が痛い時に、後ろ足が痛い時に、はい、鼻先に痛み刺激が与えると、はい、元々の後ろ足の痛みの数は抑制されるというんです、はいはい、これを広範性侵害抑制調節というんです、はい、でそれがこの実験ではだいたいおおよそ経過を観察していると4分ぐらいすると元に戻るというデータが1979年に報告されて、はいはい、で後ろ足と鼻先が1対1の関係かということを、はい、それは誰しも考えるので、はい、いろんな部位をあのつまんでみたんです、はい、侵害刺激を与えた、はい、反対側の足とか、はい、それから尻尾に対してとか、はい、いろんなところに痛み刺激を与えると、はい、それぞれのところで抑制が見られる、はい、でも場所関係ないんですよ、はい、でピンセットなので機械的な刺激ではなくて熱刺激、尻尾を胃の中に入れても、はい、あの抑制が見られたということで、はい、刺激の種類も選ばない、侵害刺激であればもともと痛みが抑制されるという現象、はい、でそれはどこから来てるかということをもちろん今後生理学者なので、はい、検討して、はい、完全積損ラットを、はい、こう作って、はい、で上位中枢側 の連絡を完全シャッターをするとやっぱりそんなこと起こらずに、はい、徐々に上位中枢を残していくと、はい、脳幹の RV 肺側毛様赤くという神経細胞体を残すと、はい、初めてこういう現象が起こったということは、はい、このグループは突き止めた。あ、だから月種類、ラットの月種類ではこういうことが起こります、はい、
人においてどうかというと、このグループは同じようなことをやって、はいはい、腓骨神経に電気強い電気刺激を与えました、はい、痛いのでハムストリングスは遠い反応を起こす、はいね、だから筋粘土が同時されるので、はい、ここに筋粘土がずっとこう10回ぐらい痛み刺激とともに筋肉がこう同時されていると思います、はい、それで右手をお湯の中に電気刺激を与えながらですよ、はい、痛み刺激で遠い反応を起こすぐらいの電気刺激を与えながら右手をお湯の中に突っ込むんですよ、はい、で44度45度ぐらいではそうでもないんだけど46度でめちゃめちゃ暑いんですよ、まあ、暑いですね、めちゃめちゃ暑い、めちゃ暑いですね、実験やからねこれよく倫理会通りましたねで、いやそこら温度上げるとその湯を入れてる最中、はい、バスタブ入れてる最中はもうそういうやっぱ抑制が見られたんですよ、はい、遠い反応起こらずに、そうなんですね、ハムストリングスの筋肉が同時されないんですよ、はい、で手をその引き上げてもその後もある程度こう抑制が継続する、はい、47度だったらもっと強い抑制が見られたということで、はい、人においても哺乳類においても、はい、この広汎性神経抑制調節は見られると、はい、いうことが分かった。これは外から与える刺激が、はい、これそうですね先生、これいつも思うんですけど、ただ実際組織が不可逆的に損傷を起こすぐらいの痛みは論外ですよね。そうそうそうですよね。そうそうそうなんですよ、もう倫理外で、よく戦争中に先生よくおっしゃるじゃないですか、切断するときになんかはい、そうね、焼き火鉢を押して、あそうです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 、それは戦争やからね、はいはい、で今のような不思議なことを、はい、ちょっとこの患者さんで、はい、お見せします。でこの人は女性です。セラピスト、はい、今さっき一番初めにクリニックで男性を撮影しましたよね、はい、あそこに勤務してる人ですけども、はい、若い時から、椎間板ヘルニアの診断を受けて、で腰痛でずっと悩んでいて、はい、で、もう帯同不動まで、なってきたんですよ、はい、で私はどうなるんかなというふうに言ってて、はい、腰だけじゃなしに左の股関節が痛い、はい、OA だ、OA 予備軍だというふうに自分は言ってました、はい、で将来こう呼吸するとやっぱり痛い運動痛があるので、はい、将来オペするかもしれない、はい、ということを悩んでたので、はい、ちょっと治療させてくださいと、はい、この人にもお願いして、はい、やらせてもらいました、はい、これは広汎性神経抑制、今説明した広汎性神経抑制調節を利用した痛みを軽減するとどうなるかという、はい、動画です、はい、左の股関節、腰痛ですけど左の股関節痛がある人、はい、股関節を曲げました、はい、お痛い痛い、はい、どこ痛いのって聞きました、はい、ここ痛いんですよ、股関節痛いんです、はい、股関節の前が痛いんですよ、はい、みんな股関節と言いますよね、はい、でそうですか、でそこを探りました、はい、で僕はもうこの時軟骨組織と思ってますから、はい、でここの痛みを軽減するために他のところに、大胸筋とか小胸筋のその動く時の基部のところを心外刺激をかけて痛み刺激を 2,3 回やって、はい、でもう一度同じように股関節の前面のところに圧迫をこうやって、はい、そうすると今2回目ですけども3回目そんなひどくないでしょ、はい、僧帽筋を揺するぐらいです、はい、で圧迫してももう痛みを訴えないので、はい、でその効果を見たんです。ああなるほど。そうすると、はいはい、可動域、痛みが軽減するので、はい、可動域が改善する。これは、はい、大腿直筋であったり腸腰筋の、はい、下筋腸が、はい、股関節屈曲することによって短縮方向に動かされるので、はい、でそこから痛み出るんです、はい、だからそこの頭突き値を上げてあげると、はい、そこの、短縮方向に動かしても痛みは発現しないので可動性が改善するんですよ、はいはい、でこれを、はい、股関節 OA だからといって股関節屈曲拘縮、屈曲拘縮か
空気孔の可動域制限の患者さんを動かない方向にどんどんと圧迫して、はい、RMS すると、はい、股関節前面に痛みを誘発するだけなんです、はい、絶対良くならないです、はい、気をつけますだから患者さんの言うことを聞いて、はい、自分はどうしたらいいかということをよく考える、はい、気をつけますで、それをした後は下あ動画のアップをお願いします。下前後で、動画をの股関節やっぱり90、100度ぐらいかな、はい、右は腰部も治療しましたので、はい、腰部の筋が緩んだので、あの一番初めの男性と同じように、はい、腰椎後弯して骨盤後傾できたので、はい、可動域がこんなに増えた、はい、右の股関節に何のアプローチもしてない、はい、あら今度は左、はい、痛かったところね、はい、このぐらいしかい90度ぐらい、はい、が落ち込んでも痛くないんですよ、はい、やったのは、はい、1分ぐらいですよ治療は、はい、ここ大胸筋とかこの小胸筋のところを2回、はいはい、ちょっと刺激をかけて、はい、僧帽筋を1回つまんで、はい、3回つまんだ、はい、でそうするとこれだけの可動域が変化する、はい、だから自分たちは声帯の外から与える刺激で自分が望む声帯反応を引き出す治療家なので、はい、生理学をやっぱりよく知っておいた方が、はい、自分のスキルアップのためにはいいです、はいいや先生、俺、いや俺多分他の人より知ってると思いますよ。俺知ってる、知ってますよ、ね、そういうようなことで、はい、はい、まあ生理学はなかなか難しいですけども、はい、臨床に即して考えていくことができれば、はい、面白いですから。分かりました、はい、先生ちょうど60分経過で、あと実は30分しかない、はい、今日なんかすごくちゃんとサクサク進む、ご協力ありがとうございます。司会のおかげです、はいCM の方に移りたいと思います。いいかな。あ、最近はい。この、リハノメチャンネルでございますが、この番組はジーンの Facebook ページへのいいね、シェア、YouTube のチャンネル登録、Twitter のフォロー、リツイートになりたっております。これからも素晴らしいゲストの先生をたくさんお呼びしたいと思っておりますので、各媒体で何卒いいね、フォロー、シェア、リツイート、よろしくお願い申し上げます。はい。また、YouTube へのチャンネル登録もよろしくお願い申し上げます。はい。流す CM あるけはないね。はい。OK です。はい。また、先生に痛みに関するご質問、なかなか痛みに関するちょっとコアな質問をきちんとする機会はないと思いますので、またぜひちょっと日常的な臨床の中で、疑問に思ってらっしゃることを先生にぜひご質問、いただけるとありがたく思います。はい。再開、はい、再開、あ、再開です。先生が先生のご経歴ちょっとお話ししますと、ね、熊沢隆夫先生のところで学位を取られまして、はい、日本の痛みの研究の第一人者と言ってもいい名古屋大学の熊沢隆夫先生の元で先生は学位を取られまして、先生が学位を取られたのは35歳、36歳、いや、もうちょっと41、いつの日でしたか、うん、ひんひん先生がやつれていくのが私はちょうどその時学生でございましたが、ひんひん先生がどんどんやつれていくのを目の前で見て、ああ博士になるっていうのは大変なんだなっていうのを思っていた記憶がございます。全国大会の準備委員長やってて、それと重なったからね余計先生が学位取る時に PT 協会の全国の学会の事務局長ですよね。え、事務局長でした、ね、準備委員長、準備委員長めちゃくちゃ大変なんや、準備委員長と学位が重なって、そうそう、はい、生きた心地しませんでしたね人生にはそういう時があるんです。はい、すいません、どうぞ、はい、お願いします。それでは、はい、今度は、まあ痛みをの域値を上げます。その方法としてはホットバッグでもいいし、テニスでもいいし、マッサージでもいいし、何らかの方法で、まあ、どれか使ってもらってもいいんだけど、とにかく疼痛基地を上げて、今度は、ある可動域制限であれば RM エクササイズをします、はい、するときに
動かす報告はすごい大事、はい、ということをお伝えしたい、はい、で、まあ、このように日常的に、臨床の場で見る、ね、肩関節の可動域制限があるときには屈曲方向に動かす、それから側関節の背屈制限があれば背屈方向に動かす、全てが動かない方向に動かします、はい、多くは、はいはい、だけども寝違えたとき、僕はいつも寝違え言うんですけど、はい、寝違えたときを自分の体で、はい、ね、で痛いところは、アクラさん痛いというのは、あ、首の後ろを押さえるじゃないですか、はい、ね、はい、で頸椎の伸展の可動域制限ですよ、はい、椎間関節、頸椎椎間関節の可動域制限が、はい、頸椎伸展の動きを減少させるんです、はい、でその時に動かない方向なので、自分の頸椎の動きを良くするために、動かない方向に首を後ろにぐーっと自分で動かして可動域を改善しようとするかというと、はい、絶対しない、はい、しないですね、しない、なぜしないかというと、はい、なんか悪くなりそうだから、はい、余計に、はい、余計に痛みを増しそうだから、だけど患者さんにはやってるんですよ、はい、それは ROM エクササイズという名のもとに、はい、で学校で習いました、はい、ね、こういうふうにして RM エクササイズしましょうという教育があったので、はい、みんな皆さんはそれを、はい、ちゃんと踏襲してるんですけど、はい、それでいいかどうかを、まあ、検証したいんですけど、はい、関節可動域制限も同じように、痛みと同じように、はい、基質的な変化、強直なんかしたら関節内で、はい、ね、それはオペするしか可動域を改善することはできない、はい、大腿骨と脛骨がぶつかり合って動きが制限したら、トータルニューをするしかしょうがないじゃないですか、はいはい、それをドクターの仕事、はい、で、こっちは別に、レントゲン的にどうもないけれども、動きが制限しているのは我々の仕事、はい、やっぱりね、真ん中が、真ん中です、真ん中で我々ができる領域がまだまだあるということを、はい、それも動かない方向に動かすんではないと、はい、いうことで、もうこれ、この僕はもう何年使ってるか、このスライド。すいません、ね、ハグバースですよね。またかと。そう、ま、かハグバースの有名な。はい、これはジャーナル・フィジオロジーのフルペーパーできちっとしてる論文なので、信用できると思うんですよ。はい、10ページ以上の論文です。で、台の上に前腕を乗っけて、主張部を固定して IP 関節も固定して NP だけが動くようにするんです、はいはい、でその動きをこの下のこれか、はい、これここでこれ、ベースラインベースラインが上が、はい、伸展です、はい、ベースラインから下が屈曲、はい、ね、で右端に 10°って書いてあるので、はい、10度のレンジです、はい、で、トルクを使って多動的に NP 関節をだから5度ぐらいかな、はい、一番初めちっちゃなこの矢印が出てると、はい、5度ぐらい伸ばして戻して伸ばして戻して5、6回やってるんですよ、はい、でその後に伸展方向、はい、伸展方向にぐーっと伸ばすんです、はい、そうするとクッキングはこう引っ張られます、はい、引っ張られるのでその後、同じ引っ張る前と同じトルクを伸展方向にかけた場合においても、はい、動きが一遍ストレッチすると動きが格段に良くなるんです、はい、トルクは同じなんですよね、回転力はトルクは一緒、はい、でこの実験の前にちょっと言い忘れましたが、指のクッキングに運動負荷をかけて、はい、過緊張の状態を作ってるんですよ、はいはい、ですから、まあ、患者さんの状態というふうに思ってもらうといいかもしれない、はい、それでも引っ張った方が、ストレッチした方が動きが良くなるんです、はい、逆に指の NP 関節を曲げます、はい、屈曲方向に 下に矢印が、あんまり僕はこれか、はい、下に矢印がいってると思うんです、フルレンジこう曲げどう曲げる、はい、曲げるとクッキングは端子方向に動かされる、はい、キシブと低シブ近づきますから、す、ね、だから本当は緩むはずなんです、はい、緩むはずなのに、はい、下のこの、EMG フレクサーズという、はい、分かりますかね、このはい、
角度の下、はい、EMG フレクサーズだとちょっとこっち EMG フレクサーズって書いてある、ここら辺です、ね、ここ筋電図を見ると、はい、あのストレッチした後は角度が増えて筋電図がなくなってる、反射性の筋収縮がなくなって、身長反射が消えてるんですが、はい、端子方向に動かすと緩むんではなくて、ものすごく大きな筋電図が同時されてるんですよ、はい、ここかな、この辺ちょっと僕は、はい、まあ、適当なところを指し示してるかもしれない、いやここって分からない、こっちですね、はい、いや大丈夫です、大丈夫です、あのここら辺の話、要は、はい、過緊張の場合に、起始部と停止部を近づける方向に多動的に動かすと、はい、その頭蓋の筋肉は余計に緊張を増すということなんですよ、はい、で一旦緊張を増してしまうと、はい、今度は伸ばす方向に今度同じようにトルクをかけて、はい、動かしても曲げる前と同じトルクでも動きがやっぱり低下するんです、はい、ということは動かす方向はものすごい大事ということですね、はい、間違った方向に伸ばすとやっぱり間違った方向に動かすと余計ちょっと望まぬ結果になってしまうと、だから、はい、と問題となる筋肉、過緊張の筋肉を見つけたらそれを引き伸ばす方向に動かせばいいんですよ、はい、だから股間と首であれば、はい、首の後ろの過緊張があるというふうに評価できるんだったら、はい、RM エクササイズは屈曲方向です。ああ、なるほど。屈曲方向に動かすことによって伸長性が高まる、柔軟性も改善するので、はい、端子方向に行きやすくなるんです、はい、ね、それを何もしないでこう動かない方向だけで動かすと余計に過緊張になる、はい、それがものすごい大事、はい、大事な点です。ちょっとグラフがあの変なちょっと見えてないので、はい、訂正したところ拡大しましょうか、先生、はい、拡大しましょうか、いやもうすんなから、わかりましたすいません、はい、でこの今の動かす方向とは関係なくって、今度は RM エクササイズの後に筋力増強運動するじゃないですか、はい、筋力増強運動すると過緊張になるというお話、はい、でここが同じ指のクッキングを、はい、初めはアイソメトリコンダクション、等尺性収縮です、はい、指のクッキングを、その長さを変えずに収縮させた前後ではトルクを進展方向にかけても、悪くなってないんです、ちょっと良くなってるんです、はい、ところが皆さんがやっているような筋力増強運動で等調性収縮、はい、大体等調性収縮で筋力を負荷すると思うんです、はい、等調性収縮で筋力を等調性収縮で筋力運動負荷すると、はい、その後、トルクをかけてエビ関節を伸ばそうと思っても角度が低下するんですよ、はい、なぜなら等調性収縮によって、はい、身長反射が出てくるから過緊張になるんですよ、はい、だから可動域が低下するんです、はい、だから筋力増強運動が必要な人は絶対いるので、はい、当該のところに筋力運動負荷かけたらその後は緩めとかないと、はい、ね、はい、その過緊張のまま置いてるとダメ、はい、ということがここから言えると思います、はい、で、はい、過緊張してるかどうかは、はい、それはレントゲンは見えないもんね、はい、ナム組織だから評価できる一つだけ方法が僕はあると思っていて、はい、それが等尺性収縮を、はい、利用する方法です、はい、さっきの筋力増強の話は等調整アイソトニックの話、アイソトニックで今度こっち側 ね右側ね、これは今アイソメトリックの話、アイソメトリック、はい、等尺性、はい、で下の方、上はもちろんあまり時間ないので、はい、下を言うと上がこの下のこの3本並んでるじゃないですか、はい、上が筋膀椎からの前の活動です、はい、で真ん中が前頚骨筋の筋電図活動、はい、下が側関節の角度変化です、はい、側関節の角度変化は全くない、はい、そうですね、90度でにもかかわらず、はい、前頚骨筋の、筋活動があるということはこれは等尺性収縮ですね、そうでございますね、はい、で等尺性収縮を負荷する、はい、負荷するここから負荷してると思うんですけど、はい、負荷する前、はい、もうすでに
1A の数高まってるじゃないですか、はい、筋房水からの 1A の数が高まってるということは脊髄前額細胞の数も高まるので過緊張の状態になってるんですよ、はいはい、その時に前頸骨筋にアイソメトリック、はい、等尺性収縮を負荷すると、はい、負荷後は一時的に 1A の数がここでなくなってる、 1A の数がなくなるということは脊髄前額細胞の数も低下するので、はい、結局筋が緩むんですよ、はい、でこれをもし肩が痛いとか言って可動域制限がある人が、はい、まあ三角筋前部線のところを抑えていたとしたら、はい、可動のせいとしては一つあるので、はい、三角筋前部線に等尺性収縮を負荷するんですよ、はい、でそうすると過緊張の状態で可動域制限してたら、はい、少し緩むので、はい、緩んだ分だけ短縮しやすくなる、はい、動きが良くなるんですよ、はい、動きが良くなったら少なからずその、可動域制限にその筋肉は関係する、はい、というふうに評価できるのでこれを、はい評価アイテムとして絶対覚えておいた方がいいです、はいはい、で治療として用いるのも、フォードリラックスとかいうじゃないですか、はい、PNF の、はい、一緒です、生理学はこれです、はい、ので生理学さえ覚えておいたら別に名前はどうでもいいんですけど、はい、あのこのアイソメトリックコントラクションをそうしてあの応用すればいいかなというふうに思います、はい、でまあ、腰痛のこれはアメリカのガイドラインですけども、はい痛みの程度に対するランキングストレッチと、はい、1番がそうで3番が筋力増強ですよね、はい、QL も、筋力増強とストレッチ筋力増強とストレッチは割といいやっぱりいいんですよ、はい、そうですね、でストレッチをするとなったら、はい、いろんなストレッチがあって今ダイナミックストレッチとかあるじゃないですか、はい、サッカーの選手とか、はい、何のどういうストレッチがいいかというとやっぱり筋、はい緊張を低下しないといけないので、はいはい、でやっぱりスタティックストレッチングなんですよ。これ僕臨床場面でよくまあ見たんですけど、あのスタティックストレッチはあの疼痛の抑制に対して私たちは用いるべきですよね。ん？違う、可動域を広げるために使うべきですよね。うん、そう。あのね運動のパフォーマンスを上げるっていうのは、うん、あのストレッチが直接パフォーマンスを上げるっていうわけじゃないですよね。なことはない。違いますよね。あの、だ緩むので、はい、ストレッチを動かす。緩んだことがパフォーマンスにつながるかもしれない。ただあの、スポーツ選手では、はい、運動前にスタティックストレッチングすると、かえって前額細胞の電源が低下するので、はい、瞬発力が低下するというんですよ、はい。だから、スポーツ選手は、運動前は、スポーツ前はダイナミックストレッチングを動かしながらやって、はいはい、でクーリングダウンがスタティックストレッチング。そうですよね。うん、はい。ありがとうございます。だから、はい、患者さんには痛みがあって過緊張の状態なので、はい、そこでやるストレッチングはスタティックストレッチングなんです。ワンビー抑制、はい、5次元期間から、こうある程度テンションかけてあげると、ワンビーがドライブされて改善ニューロンを介して脊髄前額細胞の電源を下げます、はい、その数が多ければ多いほど結果的にその末梢の筋肉を緩めることになります、はい、でどのぐらい時間がいいかというとやっぱり実験データがあって、はい、これは硬い三頭筋を1分間ずっと、配布走行に装置した時の測定からのトルクを見てます、はい、抵抗感を見てる、はい、そうすると、初めから20秒ぐらいのところまでは、はい、その前の5秒に比べて有意に、トルクが低下していくんですよ。あだからおおよそ20秒ぐらいがいいかな、なるほど、というふうに思います、はい、でそのストレッチしてる間は、はい、血中の酸素飽和度、はい、筋肉内の、はい、酸素飽和度はこれがストレッチしてるとこ見えないこれですいやここで示してもらいたいこの抵抗して低下してるところ、はい、ここがストレッチしてるところじゃないですか、はいね、でストレッチをやめると途端に血流が改善するんですよ、はい、酸素飽和度も改善していく、はい、だからあんまり長すぎると痛みが誘発されますけどやっぱり20秒か30秒ぐらいがちょうどいいぐらいというふうに言われてます、はい、その RM の観点からあの RM の観点から言っても、その末梢循環動態から言っても20秒から30秒がベタではないかと。そう一応50回ジェントリーには何の根拠もない、はい、はいね、はい、各方向10回ジェントルにあっても、はい、動く方向には別にやらなくても問題となるところを改善しないといけないので、はい、
で、ハムストリングス15秒間10回、伸ばしていくと、はい、初めの5回ぐらいは、まあ、効果的ですよというのがあるんだけど、はい、もうその後はあんま変がないので、まあ、臨床のことを考えたら一つの筋肉に、まあ、2、3回やればいいかなという気がします、はい、2、3回を10秒から 15秒ぐらいを繰り返してやればいい。はい、わかりました。で、軟骨刺激は、はい、あ、ちょっと困ったことに、はい、それは、理学療法、作業療法した後、患者さんが病棟帰ったり、また家帰ったりすると、また生活するじゃないですか。はい、筋肉使いますよね。はい、運動負荷がかかる。はい、だそうするとまた硬くなる。はい、当然のこと、はい。当然のことで、そのデータを取ったのがこれで、ストレッチングを課題さんの時1分5分5回やった時の、はい、可動域の変化を見ると、おおよそこのデータは30分、ストレッチ後30分、までは効果的ですけど、はい、1時間するともっと戻るというんですよ。だから、はい、理学療法、作業療法の時にストレッチして RM エクササイズしたとしても、それはほったらかしにすると元に戻るので、はい、アクティブストレッチングを絶対教えないから。あ、本人でできるような。本人ができるようなアクティブストレッチングを絶対教える。はい、それが重要ですよということを、こんこんと説明して、はい、で、教育する。はい、で、はい、これは例えば肩関節屈曲の拮抗筋としたら、はい、三角筋の後部繊維とか、はい、上腕三頭筋とか、はい、後背筋とか、まあ、あるじゃないですか、はい、屈曲の拮抗筋ね、はい、で屈曲の可動域が制限した時に、はい、あった時に RM エクササイズは屈曲方向にやるじゃないですか、はい、50メーターで測る方向に、はい、ね、そうじゃなくってこの3つの筋肉が等しく過緊張になって等しく可動域を制限することはほぼありえない、はい、でどっかが痛いとか、はい、ね、それによって過緊張になっているというのが一般的なので、はい、どの筋肉が一番その可動域制限に寄与しているかということを評価できれば、はいはい、その筋肉が一番伸長効率のいい方向に RM エクササイズすればいいんですよ、はい、だから三角筋後部線であれば肩甲骨から三角筋側面についているので、はい、屈曲方向に上げるんじゃなしに、はい、屈曲して内転方向に持ってくるとここが突っ張りますから、はい、こっち方向にずっとこう、RM エクササイズして10秒20秒ぐらいホールドして、はい、で緩める、はい、それを 2,3 回やる、はい、そうするとこう伸長性高まるので、はい、結果的に 50m で測る屈曲の可動域が改善するんですよ、はい、結果を改善しに行こうと思わずに原因を求めて原因に対してアプローチする、はい、そうすると結果がついてくる、はい、ということをいつも頭の中に入れながらアプローチしてもらいたいです、はい、だから、どこが問題かというのは患者さんに聞く問診がもぜ大事、はい、ということになります、はい、ね、でそういう意味で、一つ一つの筋肉をストレッチした方がいいですよということで、はい、インディビジュアルマッスルストレッチング、はい、個別的筋伸長法というものを、はい、提唱しています、はい、で過緊張があるときには今さっき言ったような等尺性収縮を用いて、はい、一旦、筋緊張を低下させた後に、はい、インディビジュアルに、装置していく、はい、そうすると、可動域が改善する、はい、ということになると思います、はい、あとは、はい、それが分かってたらもうあんまいいんですけど、はい、それっていうの前に痛みがあると、はい、ストレッチの効果あんまりないんですよ、はい、だからどうにかしてどういう方法でもいいんですけど、痛みの位置を上げる、はい、当該の部位の痛みの位置を上げることにまずは専念して、はい、痛みの位置上がるということは筋が緩むんですよ、はい、筋が緩んだら引っ張りやすくなるから、はい、効果が出やすいんです、はい、だから痛みを軽減しておくのがまず大事、はい、で、急激なストレッチをしないというのは何ですか？いや、その、突の位置を上げるための方法として、流肉があったりとか、そうです、そうです。温熱があったりとかっていうことでございますね。そうです、そうです、そうです。そうです。使いやすいのはおそらく流肉であったりとか。うん、やっぱりね、患者さんとの信頼関係があれば、はい、ちょっと言いたいけど、ごめんねと言いながら、はい、やっても絶対許してくれば、はい。効果があったらもう絶対大丈夫。はい。何も言わずにやったらいかんですよ。はい。気をつけます。急激なストレッチングは伸長反射を助長するのでダメ、はい。ゆっくりと。で、痛みを与えない。強すぎるストレッチはダメとか。はい、で、20秒、30秒やるので、はい、体重移動を利用してやるんですよ。はい。そこをキープしないといけないので、
だから体重移動を利用しながらやるというのも大事で、強いストレッチではないので呼吸が楽にできるはずなんです。呼吸が止まるようだったら強すぎます。はい。で、股関節とか肩関節の、ところでは曲げていくと圧迫するじゃないですか、前面を、はい、だからちょっと骨頭を引き上げたりして、はい、圧を逃がしてあげることが大事か。で、一番大事なのは筋走行を、起伏と停止がどういうふうになってるかって、はい、思い浮かべて、それが一番効率よい方向、PTOT だったら、起伏と停止はもうね、はい、もうみんな分かってるので、はい、要はそこを鼻走行にやればいいです。はい、鼻走行に動かせばいいということになります。はい、で、これはいわゆる機能的な変化です。はい、ね、急速な変化ではなくて、筋膜軟部組織由来の痛みの評価。はい、で、問診大事。問診で教えてもらえばいいんですよ。どこが痛いか。はい、確かにね、その中枢神経系も関与してる、全くゼロではないと思うんですけど、はい、まずは末梢で変化させることができたら、はい、中枢も変わっていくはずなんですよ。はい、だからまずは末梢、我々は末梢をこうにアプローチするというのは、はい、意義があると思うんですよ。はい、でそのためにも問診をして教えてもらって、はい、その時に軟部組織を推測して、はい、でそれ筋走行とか解剖が分かってるので、はい、どの軟部組織どの筋肉が関係してるかって分かると思います。はい、で触診して、でいわゆる疼痛が出てる部位を確認します。はい、で痛みがあるとね、痛み、はい、これごめんね、この筋肉があって3分4分というループがあるでしょ。はい、3分4分というのは A のデルタと C 線維なんですよ。はい、別の言い方なんです。痛みの、神経線の活動があると、はい、反対の脊髄腫を通って大脳変形とか体制感覚がいくんです。はい、それだけではなくて海外ニューロンを介して、脊髄前核細胞の、はい、活動を助長して、はい、結局はその同じ髄節レベルの筋肉を硬くするんですよ。はい、で、腰が痛い時はこう一生懸命硬いところを探すじゃないですか。はい、循環動作が潤沢で、柔らかいところから痛みがほぼ出ないんですよ。はい、今硬いところなんですよ。はい、で硬いところでなおかつ患者さんが訴えてる部位、はい、を見つける。はい、で、見つかったら、その疼痛域値をまず確認して、で、投射性収縮とかをするというのも一つかもしれません。はい、運動検査は、引っ張ると痛みが出ます。はい、筋緊張が増しているので、はい、それ伸長痛、はい、当該部位ね。で、筋緊張が増しているときは、端子方向に動かしても痛みが出ます。はい、過緊張になるので、はい、寝違いの時と一緒、はい、腰痛の時にこうしちゃった時にここに、もう前に行っても後ろに行っても痛いということですよね。はい、でこの2つはやった方がいいです。はい、収縮痛はね、ある程度時間がいるし、はい、患者さんに負荷がかかるので、これはあまりおすすめじゃない。はい、だからこの2つの運動検査をやればいいと思います。はい、だと そういった運動検査、問診、触診、運動検査で、はい、その問題となる軟部組織が特定できれば、はい、いよいよ痛みの基地を上げて、うん、はい、それはどの方法でもいいです。はい、マッサージしてもいいし、温熱でもいいし、ドニックでもいい、何でもいいです。はい、でその後に循環動態を改善して引っ張りやすい状態を作っておいてから、はい、この当該の筋肉が最も引っ張りやすい、伸長効率が高い方向に装置する、はいはい、ID ストレッチングをやればいい。はい、その後にアクティブストレッチングを教える。はい、アクティブ絶対に教える。はい、やらないけどね、患者さんやらないけど絶対に教える。そこがもう腕の見せ所になりますね。絶対に教える、はい、もうすごくどれだけ重要かということを教える。はい、ね、ということかな。あら、はい、ので、はい、今日は痛みのアプローチについて、まあ、西洋的な背景とその実践について述べました。はい、まあ一部ですけどね。はい、で、慢性疼痛に受けるアプローチにおいても、まず我々はね、末梢組織である軟部組織の機能的変化を評価し対応することが、まあ、求められるんじゃないか。はい、もう中枢ばっかり行かずに、はい、
まずは患者さん、マッシュ訴えてる、はい、で、ああして腰痛、肩こり、関節の痛みをあれだけの国民の1割の人が訴えてるので、はい、あの人が中枢神経系のああいう異常を起こしてるともうあんまり思えないので、はい、ね、はい、まあ一部あるかもしれないけど、はい、末梢が関与していることが非常に多いと思われるので、我々は末梢にまずはアプローチしてもいいんじゃないか、はい、で、可動域 RM の制限に対するアプローチでは、制限方向に動かすことが逆効果になる場合があるということを、はい、肝に銘じてほしい、はい、ということです、はいはい、ありがとうございました。あ、そう先生、ちょうど9時ぴったりでございます。10時。あ、10時でしたね。失礼しました。10時。そうツッコミです。ありがとうございます、はい、先生。はい。はい、それでは、本日これにて終了となりますが、最後にお知らせございます。そうですね。予定、こちらの次回の放送でございますが、次回の放送、年内最後になります。リハのめチャンネルの方の放送は、次回が第49回、12月26日木曜日、ゲストに理学療法士の葛藤を描いた映画、しおりの監督でございます。映画監督、理学療法士の榊原祐介さんをお呼びいたしまして、映画監督、榊原祐介の視点から考えるリハビリテーションと題しまして、対談形式で放送を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。ちなみにこの、しおりという映画、非常にもう、面白かったですよ。トラウマ残ります、僕ら。僕らの現場であることが全部書いてあるんで、あれしんどいですよ。ただ、ちょっとぜひ見てもらいたい映画なんで、はい。最後になります。この番組はジンの Facebook ページへのいいね、シェア、リツイート、フォロー、様々な SNS のそういった、媒体の、数で成り立っております。何卒、ジンの Facebook ページ、Twitter、YouTube への登録、よろしくお願い申し上げます。はい、それではお時間となりましたので放送を終了したいと思います。どうも先生、ご視聴、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のための転職はマイナビコメディカル。